過ぎたライブないもんねあそこにおしねしかもマスク広いんでしょめっちゃ声大丈夫大丈夫なんか声が変な感じなんかね昨日の夜あたりから喉が痛くてなんでだろう風声 みたいな。ゃないとがん、イイ <laughs> 何を頑張るのか分からないのコロナでね、ころそう、ハワイ遠征も中止になってしまったり、なんか本当いよいよ本格的になんか、被害が自分たちの身にも起きてきてるなって、実感している。 おにぎりこんばんばは少しそう鼻声なんか風邪気味なのかわかんないんだけどでも何だろう体的には元気俺も一緒じゃんなんでだろう花粉なのかなって思ってキャベツ広いしリクライニングチゃアみたいなえっそうなんだやっぱなんかすごい広そうだったもん 最近チームね、温泉に行きたい欲があるからね、羨ましい。こんばんは、リニーかえお帰り、お帰りじゃないか、こんばんは。パパ、気をつけて帰ってね。だって今、バイトあ、そっかそっか。行けないってことか。生きてあおう、それな、トミー、こんばんざい。これがね、幸せじゃん。 珍しくないラジオ珍しいかなあでも2月の後半ずっとラジオだったから海外そう本当になんかなんだろうマジかってなるよねさすがになんか本当に国内でのライブもう大丈夫なのかなって不安もあって さ、そう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 山口の遠征行った時のやつよく分かったね温泉旅行深いはよえ本ほんとに最近ここ1ヶ月ぐらいずっと温泉に行きたいってずっと言ってるの <laughs> ついに職場が消毒と体温えまマジか体温もなんだ「モグラ解散ライブ行きたみ」 えっといつだっけえっと4ちょ118日これかそう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 正解 <laughs> よく分かったねそうそうそうそれ出かけるから出かけるからってことさよならってことみどりのりさんこんばんはい8日かそうだちょっと早かったっけ 画像を見て、まあ確かにわかるかそうそうね、おやすみどこ行くのって話をおやすさんもありがとう喉 <coughs> がやばい喉がやばい モグラにポン酢おるようなポン酢って何もない中国地方で予防しろって言うよしえー、怖いよねなんかリリーベも中止になったし。 フンドスピナーの人、みーちゃん、こんばんは、ね。ちょっと緊張かもしい。<laughs> 気をつけていってらっしゃい。風邪ひいちゃう。なんかね、そんな気がしてちょっとね、怖いからね、一応薬を飲んだの。え、そうなのきょんこじゃん。ジュリー、ちょっと、でも大丈夫。元気。花粉だと思うんだよね。でも多分、目も腫れてるし。 みたい3月はゲームね本当んにそんな気がして嫌だなってなってるでもねそうしないといけない状況だからね今職場でマスク着用ってなったけどない人はプラスチックの食用どういうことこうやって やばいアイドルににな、ね、あとあアイドルね甲子園はんかそんな感じがしてちょっと怖いなって「<laughs> 富士そばのお茶の中に生姜入れて飲んだよ」おいいねあったまるしお蕎麦食べたいなあ,あったかいやつ <laughs> アイドル一本の人は生活大変ああ確かに。 花粉確かに頭もそう目がやばいの本当にずっとかゆいゴムがついててステーキ屋さんでやってるイメージのやつでもマスクないからね「タジちゃんジュンちゃんチキチキヤッホー」来週サーキットライブ2つくらいあったよね気がするえっとねなんだっけ なんか最近はここ数日のリリーベ、リリー、ライブがリリーベで次のライブがいつだっけな <laughs> <laughs> 食欲は、食欲は全然あるよ <laughs>。もうね、それはめちゃめちゃ。 10分まで働,くよ働いて俺もめっちゃ目かゆいからじいちゃんのかゆいそう花粉で目が <laughs> 名古屋の方は知人をとると感染者えマジか <laughs> 新宿の騒ぎあマジマジ火曜日あそう火曜無線のある お医者もありがとうあ、いか <laughs> れあ、たるちゃんも好きなんっけ僕も花粉で本当に終了してるもうやばい今花粉って考えただけで目が痒くなりそうだもん無意識に目をくすっちゃってえ、わかるよてるも目が真っ赤くなっちゃうしさ、なんか目薬さすとさしててうーってなるからなに、アイボンがいいのかなしてないけど <laughs> 花粉信じないの信じた方が楽だよたじ <laughs> ちゃん相変わり好きですでもじちゃんの方がもっと好きで <laughs> は<ー>い <laughs> 食べた僕マイカルの奥売ジュラちゃん好きです <laughs> さあ <laughs> 信じてるまあ当たり前よねそれはもう奥 <laughs> 売<くば> <laughs> 多分鼻噛んで目に来たのかも昨日よりはましだよ でも昨日あれ昨日雨降ってたからね花粉がちょっとあれだったけどもう春に春になってほしいけど花粉がこれは全然信じられるでしょうん全部信じてるよ <laughs> 思ったけどうちって好き好きファンクラブ会員だったかジュリちゃん好きな人はみんなそうこの写真ここで待ってどういうことあ確かに見えるかもそうやって言われるとさなんかこの顔すごく腹立つ顔してない上から笑ってる感じ浩平君こんばんじゃいなんかねいつもラジオの時は写真に迷っちゃうから あ、じゃあこれにしようこれは昨日のリリーベ中止になったから会場前に行ってジャンプをしようとした瞬間 <laughs> もちゃこんばんはもちゃこんばんざい。 <laughs> 見下されて <laughs> さっきのちょっと腹立つか体調いかがえ元気だよ今ちょっと風みたいに聞こえるけど多分花粉症だと思う早くしそうだよほんとにこれはジャンピンをしようとしてる瞬間昨日のあの中止になっちゃったけど新宿に行ってたから。<laughs> 雨雨だだっったたののそう、昨日雨だったのなんか一日ずーっと雨みたい雨なんか降ったり弱いのがやんだりとかおにぎりかわいい傘やこれはねなんか前もこれ使ってたんだけどねくななくっちゃ置いといたらなくなっちゃったのよ めて今のとこゆうみちゃんのナップの方が見てるおい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 やってんな腹立つどころかむしろこう <laughs> M だからねついてからちそうそうそう,そう,そうジルたちもほんとうわーってなったから「ついぼのお祭り騒ぎ何の曲か分からずめっちゃ困惑してたあっついぼの時は あれね、7人が初おひらめだった。やってんなぁで、ほんとやってんなぁだよ。<laughs> やってんなぁ。もうやってんなぁ言ってそう、それもそう。<laughs> それはそう。やってんなぁって言いたくなっちゃうんだよ。<laughs> やってんなぁって最近すごい言ってる気がする。そう、だから昨日、 会場前で写真を撮ったりした <laughs> 星さまありがとうなんかいい写真ないかな <laughs> あこの写真見せていいのか見せて、えー、この写真にしたいな。人は、<laughs> これはは。楽し、えー、楽しかったし暑すぎた。この間のツインボックス本当にもうなんかめっちゃ暑かった。フードコートなんだかんだ人いるけど減ったといえば減ったかな。でも満員電車とかの方が危ないよね。 野球、ね、最後までえ本当に絶対みんな気付かないと思うそんな気がする <laughs> せっかく3月ライブ復活したのに。 まあ僕クこス、いうの土中まで桜散るだと感じ、どういうこと <laughs> どういうことよ。みんなで野球そうだよ。あ、待って、じゃあ、あるあ、そう、あの、あれにしようかな。オフショットにしようかな。でもあんま写真撮ってない、撮らなかった気がするんだよね、ジュリ。 取らなかった気が。する！お腹鳴ってるな。 だっけなあ探るのに時間かかっちゃいそうちいとコロナがいい,いや違実は明日から3日間東京行く予定だったんですけどコロナの影響でえー、そうなのかもう来ないあ来れないってこと まちはる、こんばんは。今日はそうなの。お仕事お疲れ。曲振りなしでイントロ聴いててきた。これ違う <laughs> 嘘でしょ声かれ、代理科、確かに。嘘でしょ <laughs> あれ、っぱ無くなってるなぁ。なんか自信あるかなぁ。 感じの写真あるかな メイヘアから逃げてきましたどういうこと女の子これがマジなんですよね。僕信憑性がない。今日食べたいトんテき大好き」。ご飯食べ食べたの。<laughs> 全然食べたのにもっと聞かせてマジでのにも聞こえなんかおな鳴ったって言わなければみんなに聞こえないのに言っちゃうのがいけない。 そもそもその時は曲名とあなるほどねでも言ってるよ <laughs> 歌詞でジリアさんこんばんはのばるこんばんじゃい <laughs> なんかねジリはご飯を食べてもお腹が鳴るんだよねそういうあれなのかもしれない体 お腹が鳴っちゃうは、<laughs> お腹が鳴っちゃう体してるあ、鳴った <laughs> 鳴っちゃった でもさっきのあ聞こえてたのね。まさル初対面の急に何え怖いそれはやだ。じいちゃんもっと好き好きになるわけお腹の音が。お腹が鳴らないじいちゃんなんてじいちゃんじゃないよね。じりちゃんへえ。あくてんてやっほう。腸が動く音じゃん。腸が動いてんの今鼻血出してるのに。鼻血出してるの今。くしゃくしたゃ、ね <laughs> スウェットがちだちょっと笑っちゃったじゃん想像した <laughs> 大丈夫結局浅ぎて逆に曲名にあまり試着してないのですってことを買ったよ聞こ,聞こえた聞こえた自分のお腹が鳴ったかほんとやだわいい子にしてお腹ちゃんだから優しいちラちゃんとかおかえり <laughs> 楽曲は例えば私、それはそう。また聞こえの、嘘待って、沈黙者、ねえ、ちょっと <laughs>、大丈夫、心配なんだけど。ティッシュあるなんで俺は信じてくれないなん <laughs> でだろうなんでだろうとか、<laughs> T シャツは12、うん。 持ってく日頃の行いだってよ <laughs> イヤホンしてんのにさほんとにフルートゥースイヤホン最大そりゃ聞こえそう次の特典動画ジュリアの中の音を集めたし <coughs> 何も言えねえ <laughs> マルチで0 0先て聞いたよ <laughs> やばって言ってたってこと 聞いちゃったよ。どういうこと。<laughs> どういうこと。ちょっと集中する。でもそういう時に限ってならないんだよ。じい、しき、しきまる。かじえだった。こんばんは。おやす、きょちゃん、んおやすみ。じい、集中したら、きっと中の音が聞こえるはず。 ま、じゃあ、今週岡山でライブあるのあるなら、あるどこだっけなんか、ちょっと長めだった。ど、どういうことと聞いちゃったもん。つボ？つボだっけなんとき。押しとったい。日頃の行いよくします。ファイトシンプルにやる。 いい意味でしょ来たあこさんこれ昨日のリリーベンの特典で取りましたっていう設定。<laughs> 来たあこさん今回はいけそうもないが上半に課金する予定。会いたいけどありがとうそれも。 遊園地コーデ可愛かった本当にどうだったそうあのー、ねま遊園地コーデ、ま、昨日の前日の夜になんかいっぱい4パターンぐらいコーデネット考えてどういう感じなんだろうと思って「遊園地デートとは」ってなって1回ネットで調べたの「遊園地デートコーデ」って。<laughs> でなんかあこういう感じかって見てで最初はスウェットにあお腹 <laughs> スウェットになんかスカート合わせて同じ茶色のスウェットがあって茶色のスウェットに茶色のスカートみたいな感じのコーディネートとあとあのなんだっけズボン ズボンになんかかわいいブラウス生地がブラウスっぽくないんだけど新しく買ったブラウスにしようかなみたいななんか多分ジュリの中で遊園地はディズニーとは違うなって思ったの <laughs> わかるかな 遊園地ってなってでジリ絶対走るタイプの人だから動きやすい格好にしようちゃんとめっちゃ考えたんだよであれにしたでもデートってことはちょっとかわいらしさも忘れないようにって感じで考えたの聞こえた <laughs> 本当最後の最後で悪天ってタワレコさんも出上げに直結するから大変だろうと思うし めそうなの早くそう普通に会いたいよね早くライブ普通にしたいよね <laughs> 言ってったコロナん怖いって今日も都ん行ったしでも本当にねどこで映るかもわかんないしじいちゃんのランチキなんかこれっておすすめあるえっどういうのが入ってるよってこと 楽しみに帰宅思ったより早かったお帰りマサオル選手好きだよねんちで嘘マサオルに言われたらそれはもう良いってことになる <laughs> <laughs> 富士急行き絶対嫌だ一回は行きたいけど絶対富士急の遊園地は乗れジェットコースターは乗れない怖くて本当に絶対無理怖いあれは乗ったら でも一回は行きたい <laughs> 矛盾してる走るタイプって走れ,走れないけど走る気持ちは無限にある自,自信作あ自信作書いててってことあでも今回は割とあのシンプルにしたかもしれん伝わる 実況乗れるもんはない絶対ジュリー <laughs> 絶対無理絶叫ダメなんかの <laughs> あのね何だろうダメじゃないんだけどあそこまでジュリーが乗れる絶叫はあのー、ディズニーランドまであそこのレベルまでしか乗れない怖くて。 マルチ T シャツもセース <laughs>。いいって思ってないやつ、それ。自転車で40分くらい走ったら下手やっ嘘40分も経ったまさる、かなり自分の中では、ジヤちゃんのコーナー毎回、嘘はしかもなんかジヤちゃんって。<laughs> やったね。お化け屋敷は絶対無理。本当に無理。一番無理。経ったらジェットコースター頑張って乗る。本当に嫌だ、お化け屋敷。 僕も絶叫ダメだから一緒に荷物持ちのうるすましてましょうじゃあ乗ろうかな <laughs> 今回は水着ランチ機引かなきゃだわ、ね、あまあ今実は今のところまだ水着入ってない <laughs> 正直に言っちゃうディズニーの絶叫は乗れるのかよ乗れるディズニーまででもスプラッシュは本当は乗りたくない 僕もお化け屋敷は無理あ一緒じゃん無理ジルも絶対に無理本当に無理うちでお化け屋敷で2回腰抜かしたことあるからもう無理配置始め、まあそういうことね昨日言うどういうことえてかどんな夢見たのジェ <laughs> ットコースター乗って歯食いしばうるジルうるさいよ、本当にあのー、乗る前もうるさいし乗 並んでる時にもう帰りたくなっちゃう。怖くて、見てると。でも、ジェットコースターの種類によるんだけど、あのー、なんていうのなんていう <laughs> えっと、あ、うまく。<laughs> あ, <laughs> あのー、 スプラス系は無理なんだけど、うーん、早いのはいける。ビッグサンダーとかいける。う <laughs> ん。僕ナチュラルに <laughs>、バレた水着ないのか絶対言うと思った <laughs> うるさそう。ほんとうるさい。怖いから。あの、うるさいと思う。<laughs> 怖くなっちゃうからね片道10分のところに多くあそういうことありがとう見てくれて僕文化祭の真っ黒ダンブルあ一緒ジュリーと一緒じゃんそれ全くジュリも文化祭のあのその作られたお化け屋敷の中で腰とかしたの <laughs> 一緒じゃ歩けなくなっちゃってででも助けに来てくれる人がお化けで怖くてもう 床を這いずり回ってた泣きながらアクテントお化け屋敷で腰抜かすじれちゃんを想像したこれでほんとにもう、まあ、それで、ね、それを2回経験したからもう無理ほんとに嫌だちぃこんばんざいマネットこうちゃんこんばんざいじゃあお化け屋敷はこまあ確かにそれは頑張る <laughs> それはしょうがないいいよ <laughs> あでしょ <laughs> でしょっていうかそうかなって思ったから聞いた今のはめちゃめちゃ聞こえたよね <laughs> あうん、ってお腹の音だけでつらうの聞やばくないなんでこんななるのトムさんこんばんは岸さんこんばんはな <laughs> 当に嫌になっちゃう文化祭でえっバきやったのもっとやだ 助けてくれるのそうもう無理じゃんなんか大丈夫ですかってくるのがお化けすぎて来 <laughs> ないでくださいって泣きながら <laughs> 言ってた手差し出してくんのお化けが <laughs> 無理無理ってなった待って待って段ボールの中で <laughs> それはそれだからね妥協させたから僕の勝ち勝ちとは まあ、あれ、妥協で、ね、本当妥協。<laughs> 地獄絵図じゃ、本当に怖かった。もう、だから、お化け屋敷は無理だし、絶対本物もいるから無理。怖い。ヘラパパ、久しぶりだね。えへへ、まさるは、わか、そう、分かってた。<laughs> 分かってて聞いたから。 は送らないで本物はオール絶対富士急のは絶対いるだからジュリはもう絶対に嫌だわざわざそんな共通 <laughs> 大事かなって思った悪天って本物怖がり樹本当に怖いのだけはダメでもうんダメでもたまに夜って になんか急になんか怖い話とか調べちゃう自分もいるで1人で怖くなって寝れなくなるお化けと友達になっていいんだよ絶対嫌だ <laughs> 悪天って仮に本物だとしても助けてくれるならいい人と思えないだって顔がお化けなんだもん <laughs> お怖いのより驚き系の方が苦手え両方やだえでも次は怖いのが本当にやだ富士急のお化け屋敷あんまりお化け出てこなかった嘘だ絶対嘘だって1時間も出られないんでしょ1時間も暗いところから出られないって考えるだけで嫌だ絶対無理 真っっ暗の中を歩くっていうことも嫌だはトンネルの中を歩くことも嫌だ見た目で判断しちゃダメだよ <laughs> お化けはだって見た目とかじゃないもんキャメルタじゃあゆっくり楽しいお店うんうんそれがいいおとなしいのがいい絶叫系もお化け好きでも楽しい絶叫は好きなのだけどうんあおくなった何だっけ フリーフォールは多分、とか、多分じゃなくていける。トーブテラーはいける。スプラッシュはいけない。一回止まって落ちるやつは全部いけない。でもどうやってお化けになったとか、特殊な能力あるんですかとか聞きたくないいや、お化けは特殊能力ない。だってお化けだもん。怖い。 いやだ昨日夜歩いてたら犬にほあそりゃ怖い分かるそれは怖い,は怖いディズニーデートは諦めます <laughs> ディズニー行きたいあ行きたい人工のお化け屋敷よりも古いいやそうジルも無理分かるわかるそれ車のミラー無理だってジル夜普通に、あのー、運転してる時 ジの田舎の方真っ暗だから電柱とかないのでその夜運転してる時だけでもバックミラー見ると怖いもん家で不審な物音とかして怖くなってもまあ動物だろうと自分えでもジュ本当に実家の実家の二 <laughs> 階には絶対いるって信じてる <laughs> 信じてるって愛おしいみたいな言い方じゃなんだけど絶対にいるのもう音がするの家にジュリしかいないのにあと影が見えるのもう8月から行ってない一緒だよ宇宙系は心臓が浮くから無理ジュリは一回止まるのが無理もう勢いよくスピードでブン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 行ってくれれば平気。 多分スプラッシュマウンテン気づいたら座るわかるわかるフォンテッドマンションは好きちょっと怖いけど平日の空いてる日に富士急行ってドドンパとか乗りまくってたらみんな吐き気る <laughs> 乗りまくったらやばそう今月家族でディズニー行けますよ彼女とか事情えなんか1日って言ってなかったでもだって今やってないもんね ジュリアちゃんのユーチューバーは私の知ってるチバとは全然違う世界の絶対全然違うよもう何もない子供の頃目つむって頭洗うの怖かったことあるけどマジ昔のタジちゃん可愛くないうん可愛いい <laughs> <laughs> 今誰もいない夜中のショッピングモールとか見る人いや絶対無理だジュリそれ 伝わったうん分かるそれは分かるディズニー行きたいなでもユニバーサルも最近行きたいマリオだっけできるの <laughs> 確か。 今の辞書の棒読みのところにレットして載せていただきたい基本棒読みだもんねジラ <laughs> ちゃんの実家は多分成田さんの <laughs> めっちゃ遠いやん遊園地何年も行ってないな行きたい行きたい遊園地 でも、あ、ジュリはコーヒーパップが好きカップが好きもう永遠に回したいあれは大好きパップあ違うジュリ言えないの家業とパ業が苦手夜道で走って 鹿とか出てくるとビビビえ鹿はやばい20だと思うあ行くのかチキットごめんえやばっだって値上がりしたしいい子ねだもんねじゃないよ可愛いからって言うされると思っちゃう <laughs> やった言うされたコーヒーポップぐるんぐるに回してたえ本当にもうずっと回してたい 回しながら、ゲラゲギラャギラャギラ笑ってる人。ジュリ。ヤホー高木ヤホーえへへ。<laughs> 秒で酔うわよ。酔うタイプ。ジュリでも手加減しないタイプだよ。鉄板手加減よろしく。絶対嫌だ。もう、ま、もうずーっと、ずーっと回す。<laughs> まさる、最近ジュラーちゃんの笑い方に似てるって友達。<laughs> やったじゃん。似るって言うからね。街流しヤホジュリ。じゃあね。ヤホ。しないのは名古屋、あ、なるほどね。<laughs> 激辛のね。そう、しないよジュリ。ジュリ S だから。 降りた後にあハアハってっ笑いながらずっと笑ってるでもね実はジュリで三半期間がねゴリゴリに強いから真っ直ぐ歩けちゃうタイプ寝落ち上げするとこだったえもうしてると思ってたでもいいから挨拶だけ来てありがとうメリーゴーランドすら苦手え何なら乗れんのメリーゴーランドって椅子やん うん <laughs> マシャルそろそろメイヘのとこ戻らないとヤバそうだかホント分かったおやつみやつじいちゃんの三半規管を足して2で割ったらちょうど今いちでん本当にゴリゴリに三半規管が強い人人然回ってもよよわない人椅子 馬馬じゃなくて馬だ遠心力が強いえ超強いだから余裕なんだよ多分わかんない今は弱くなってるかな昔強かった全然まっすぐ歩けたん <coughs> こんな話してると行きたくなっちゃうでかいコーヒーパップは全力でおほらいた一緒だフィギュアスケートのスピンとかしてみてほしいえ、絶対できないよねジで。リ <laughs> ライブ中待ってるとクワクワしちゃうサーハン期間あげたいジでもうこうやってあ、歩けないってやりたいの歩けちゃうから <coughs> うんスケート滑れなさそううん滑れないあでも一回だけやったことあるアイススケートいっぱい転んであだだらけになった私ローラースケート滑れるのにアイススケートえローラースケートとアイススケートって一緒じゃないの地面か氷かの差じゃないの違うの タクたちとりえいいなやりたいそれ生まれたての小鹿みたいになるえ本ほんとにアイススケートは絶対あの足がどんどん開いてっちゃうのよこうグワーンって伝わる開脚みたいになっちゃうプープルってなるよローラーであそういうことかそういうことかあアイススケートはあれかナイフみたいなやつか アイススケートできるのに、ラウンドローラースケートめっちゃ、ラウンドマンのやつは、できた記憶があるジリ。ナウキキュン <laughs> ナウキキン、久しぶり。前小学校の時にスケートの授業えどんな小学校それ。小学校でスケートの授業なんてあるの キックボードでコンクリにずっこけて右足血だらけになったのを思い出してしまった。キックボードはジルも好きだった。特に、あ、でも、あの、石につまずいて転んだことはある。ナウキキゅん、声かわいい。わあ <laughs> 元気ドイツの日本人え、え そあそっかそっかなんかそんなこと言ってた気がした経歴がすごいんだったなめてかかっちゃあかんな前立てのヤギみたいな <laughs> 本当のヤギになれるねキュンの配信も始まったってよ加藤君加藤直樹キュンラウンドワンのやつ靴が臭いからえそうなのやだな ラウン,ン,ンドワンとスプッチャーって何違うのスケートの授業えっんでなんでさートワさんでいいな楽しそうアクテンテえええサンセスちゃうへん じゃん今ので血だらけ事故がいい,思い出えでもジュリ別に血だらけまではしてないのすりむいたぐらい直樹君キャメさんのしかぶり敵士だがまたあのちゃんとキャメた時ってジュリアちゃんワイのことなめてかかっちり忘れてたそうだった いえばすごい人生読んでるんだったローラースケートとかスポーツができるのがスあ、ラウンド1はボーリングじゃあこけてすりむいたり <laughs> 血だらけから軽度になったもんだ <laughs> スキーとスキーえな何それうらやましいんだけどどんな学校 いいちりル、冬のスポーツはやったことないから雪合戦しかないスケート違うスキーないスノボーもないえスノボーって何冬のスポーツスケボースノボーかスノボーもないえスノボーって何スノーボードはあ板の 上を板の上か <coughs> 今はただのオタクな時点ですごくもう何ともないよオタクってすごいんだよだって日本の文化だもんボウリングとは違うよカラオケとボウリングあっああそうだあっああ,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 あれだよねランドマンのカラオケってさ部屋が好き好きじゃない えすっごく覚えてるのがそうだよね軽症だった <laughs> 暗アンジじゃんスノーボードねやったことない板が1枚か2枚かあれ待ってスキーがえあそっかそういうことかなるほどじゃあジュリ絶対スキー派 スノーボードに絶対向いてない気がするな千葉のスキー場行ったことある田田虎さん今日いい調子いいよえっ私スキーね小さい頃に行ったことは写真で見た覚え写真の,あの家族写真で行ったのは見たことあるけど記憶ではないからないんだよね スノボはできないけどスキーは、え、スノボだって絶対難しくないだってこう、サーフィンみたいな感じでしょ高校生の時スキー教室あって、え、なんかいいな。みんなやることやってるね。スキーできなさそうだな <laughs> ね。ねえ、スキーはできそうじゃないだってこボーー、こう、棒あるでしょこう、シュンシュンシュンって、あの、なんていうのあの、あれ。 イメトリアできてるスノボのイメトリはできないけどスキーのイメトリはできてる経歴とか学んできたこととか何も生かしてないけどいかに無駄 <laughs> 大事船橋にあったとこでスキーしたくないいいなスキーしたくなってきたラウンワンのカラオケっていろいろ、ね、だよねだよねだってジリすっごい覚えてるのが高校生の頃に。 友達と行った時にすっごくあのもう入ってすぐのカラオケの部屋でもうチュッチュッとしてる人いやこれスケスケの部屋ですけどって思いながら見てたすっごい覚えてるそれどのラウンドワンでやったどの競技よりもそのことをすごく鮮明に覚えてるお褒めの言葉ありがとう <laughs> いい感じ左右の足が別に動かせないのがないねえっどういうこと 別に動かせないえ難しくないスキーまあまあなんでスキー一回だけやったことあるけどまあまあ滑れる意外に運動神経いいタイプだ棒あるしシュンシュンシュンそう思ってた時期がえ難しいんだ悪天って多分ジラちゃんはスキー以前にリフトから降りれないと思う何リフトって レッド見てた見てそうそう見てためっちゃ見てたもう「へっへっへっ」てなっててすっごいそれを覚えてるだから外から透けてるって知らないのかなって思ってた今度覚えてたら物販でスキー教室のことを話すわ絶対忘れてそう山の上まで行くやつあっ なる,なるほど、なるほど。わかった、わかった。観覧車の丸じゃなく下番だよね。こう、縦じにしたやつか。スキーできるからって父親が言きって初心者ボクツ。<laughs> かわいい。あのね、初見、絶対初見じゃない。こんばんオおクが上がってるやつじゃな <laughs> そっちで、ね、わかった。観覧車の棒状だよね。 今日誕生日だったからライブなんかしらあったらと思うの今日ょ ?2 日違う3日話し始めるときにでもねじり大体そういうの覚えてないタイプ <laughs> 忘れちゃうあらゆちゃんこんばんちゃいあげてぃさんこんばんは 覚えてなくて、え、僕も好き。そっちかよ。やられるじゃん、それ。戦略に引っかかるやん、ジュリが。人間の巻き出しのやつがリフトで観覧車みたいな。え待って。わかんなくなってきた。あ、わかったわかったリフト。なるほど。あれね。わかった。え、あれ。でもジャンプはできるよ。 多分でもスキーってさそっかしたらもう一回上まで上がらなきゃいけないっていうちょっとめんどくさいよね。リフトえ難しいのそうなのスキー履いたままで乗り疲れちゃいそう。 すごいななんかなんだっけこれしりとりじゃなくてロフトギフト計画的犯行だよそれはやってんなーだよ <coughs> え冬あそっか えー、スキーしたくなったまあマジで覚えてた分かった言うねスキー嫌いって言えばいい <laughs> 去年ブレザーってとっても書かれずじまい忘れてたら言ってやってんだやってんな, <laughs> やってんな動いてる椅子からあそっかそっかそっか 難しいねああ、降りれないって言いながらさっ待ってなんかそんな感じするよねだって樹さ回転扉もうまく入れなければさオーナー跳びとかも入るタイミングつかめない人だし「タットゥさんこんばんは」「スポーツは得意じゃないけど」 スポーツをするとということは好き回転扉はい入れないあれ怖いタイミングがつかめない挟まれそうになるもいつもトムさんじいちゃんこんばんはこんばんじゃいずっと回ってるっていうかタイミングが分かんないその時はじりじゃないいろいろねじりの時は言ってね 東京ドームの回転扉とか苦手なタイプ東京ドームのあるのえそうこのドアが入れないのえいつだってなっていつももう海外の時とかなんか回転扉のホテルとかが多くていつも入れなかったミッドウッチさせてミッドウッチって野球 人生で一回だけバッティングセンターに行ったことあるんだけどもう怖くて怖くてね全然打てなかった新宿レニーの下のところに回転扉あるから練習してえっあるのスノバの友達とスキーの俺で一緒に乗ったら降りる時あえー、足ええええ 痛そう海外のスピード速い <laughs> あれ怖い <laughs> 本当に怖いあれ速ってなってさ <laughs> 野球ではなくあバンバンって打つやつね叩くやつか「行ってね」言われても顔みできないし止目でニようにしちゃうそうつったらジリがさする。 マレーシアのエスカレーター爆パキクだった。え、ほん速くてびっくりしちゃった。バッティングセンター、憧れがあったの。だから、妹とパパと行ったことがあるんだけど、あの、野球のバットってこんなに重たいんだってなって、全然打てなかったし、ボールが怖くて飛んでくるのが、全然できなかった。<laughs> バンチージャンプさせたい。ジバンチージャンプは絶対に無理。もう怖い。したことないけど、それこそ無理。本当に。渋谷の福都新鮮のエスカレーターのスピードが、え、速いの野球慣れしてないからマジでこ、え、本当に怖いあれ。怖いし、自分に当たりそうじゃんのも怖い。しあの、なんか狭い空間に出られるのも、 怖くなっちゃう配信体調え体調マジ元気今ピースしちゃった <laughs> 少しだけえそうなんだなんだろう次はスポーツがすごくできる人になりたいっていう 憧れが昔からあってなんかめっちゃ運動神経が悪いってわけじゃないんだけどセンスがない運動においてのセンスが著しく欠けているタイプだからなんだろう 運動できる人すごく憧れていたピースミスて配信してたまじ無になんか「バイバイ」とかも手振っちゃうでも今ちゃんとほんとすごいよね <laughs> あの、本当に昔はダンスのリズムす、リズムというかステップすら踏めなかったから、ピースしかいさ <laughs> ええー、さあかわいい。地元に日本一落差100メートルのバンジーに飛び交じる。本当に、あの、絶対こんなこと言うのはダメだと思うけど、バンジージャンプするときは絶対お持ちしないと無理な気がする。<laughs> 本当に、それぐらい無理。ロッカーの中、ロッカーの中 罰ゲームでハチ子壊されてそれが想像以上にうまくて罰ゲえ美味しいのダンス頑張ってるんだやったねいえポンド <laughs> やっとだダンスできれば十分よでも本当によくこんな踊れるようになったって思ういまだになんか昔はなんかこのステップができないっていうのはメンバーにも言われててでも自分の中ではできてるって思ってたの なんかできてるって思ってたものができてないって言われた時は衝撃だったし今このついこの間もあの実はまだじあそこのステップできてないよって言われたの <laughs> えってなった <laughs> バレエとか新体操似合いそうあちなみに全然ダメバレエはの手が真っ赤っかになっちゃうから打てないし。 身体操ほんと、ま、に苦手リンマちゃんがさっきツイッタートした10人たるミュージックビデオ撮影の上側動画で手と足左右同じえどういうこと何それ <laughs> じいちゃんこた 元気いきなりスキー場で。え、それは楽しそう。自転車なら多分焦げる。おむつ<笑>今笑ってなんで歌うの <laughs> でもほんとに。実はまだできてないよ。ほんとに。しか,ししかもちなみにコーディネートの振りだからね。職場からも <laughs> もうほんとそれぐらい。 町は牧場のパンチになかなか余裕だったから茨城のえよく見るよね茨城県の絶対無理もう絶対無理失神 <laughs> すんのかなえね怖いよね足ふらふらの乗り物天井で止まるあ分かるあれでしょバイキングでしょ違うでんぐりがあでんぐりがしできない 表でんぐり返しも裏でんぐり返しもできないし中学校の頃はほんとにマット運動と跳び箱とあとんだろう全然できなかったコーデのあれ普通のどこだっけう <laughs> ん いつかか見えるよ鮮やかる景色のあのこの普通に横に動くだけの振りあるじゃんあれあれがあれ1番も2番もあるじゃんあそこの部分がなんかいつだかのいつだっけななんかいつだかのライブの楽屋ですごく空き時間があって。 やってたの練習そしたらなんか「実はジュリそこステップできてないよ」みたいな感じで <laughs> 言われて衝撃だったの自分の中で「えっ?」て「嘘でしょ」って思って <laughs> あのあのステップができてだからそんな時すっごくびっくりしたの「えできてないだと?」と思ってで言われてでそこですごく練習したの。 で、この本当についこの間、一週間ぐらい、ここ一週間ぐらいで、久しぶりにその話になって、<laughs> まだできてないよって <laughs> 言われてびっくりした。あれできて、そうできて自分の中でできてるつもりなんだけど、できてないんだって,て。キャメテさんね、やばいよね。<laughs> ああいう、あのステップすらできないって。僕もジレット追いかけてるからできた。<laughs> もしかしたらそうかもよ。フミに見せてみて。 <laughs> 止まった瞬間ポッケに何かの入れてなかったとか物落ちてないようにポッケにあ落ちないかってことね星さん、ま、もありがとう <laughs> なんかジリは <laughs> リズム感が最強にない <laughs> ないから リズム感が欲しいびっくりするほどにねリズム感がない <laughs> リズム感ないしステップ踏めないしいつの間にかずれてるの<笑>,笑えないけどん <laughs> 困っちゃう自分でもねなんで今ずれてるんだろうってなっちゃう不思議なんだよねだからリズム感ある人とかさどういうどういうあれなんだろうって思っちゃう羨ましい。 ちょっと待って今写真を変えるためにねカメラロールを必死に見てるどういうの写真がいいあじゃあどういう写真がいいかリクエスト聞こう今日めっちゃ配信長くやってるよね <coughs> それでも努力家だからな努力はする <laughs> できないからほんとにバイシーまたね和也さんバイみリズム感ってある人本当にもうほんとにもう 尊敬する。それはかわい。<laughs> やったね。<laughs> アイカルのダンスマイクも先生からリズム感ないって。え、そうなの？<coughs> 手足の長さ理解できてない <laughs>。もう本当にそれはずっと言われてる。スピーカーや店長ね。 あ、こんな長かったって、たまに腕、あ、当たるんだってなるもん。とんでもない写真とんでもない写真か、あるかな日付変わっちゃったけど、笹の日だ。あ、ジリササならありそう。部屋でくつろいだ。感じ。じゃ、ちょっと待ってね。あるかなジリササ。 さっちゃんは割といろんな人とイチャイチャしてるのでね困ったです最近でも全然写真撮ってない <coughs> あ一番最新のはこれだ配信長くやってくれたおかげで夢の世界から帰る <laughs> おかえり今日はね 長くやってる最近、うん、この間もリリーベ中止になっちゃったし1時間ずっとドンキののか湯冷 <laughs> めしちゃうじゃん部屋でくつろいだ感はあるはず一番古い地鶏？りあるかなあるかそりゃ <laughs> 部屋でくつろいだじりささのと そりゃキャラだわ <laughs> メイクアップ <coughs> さっちゃんがさそうメイクアップしてる途中いろんな人と言っちゃうャ、ほんとよろしくない <coughs> 休みの日に長くてラッキーやったね <coughs> <coughs> ササさんがめいさんといちゃいちゃしてる様子を鏡越しにえ待っていつの <laughs> 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 あらとといあいたいたいた,たうつ <laughs> りそう。 サさんはもうそれなよっちさんごまんいさささんが誰とイチャイチャしても <coughs> すぐ目を離したすきにだから待って部屋でくつろいだ感じあるはず <coughs> あるかな あ <laughs> 部屋でくつろいだ写真あるけどね縦の写真だからね目しか写らない目しか写らないのがあるなかなか部屋でくつろいだ写真撮ってないわああるかも 遡ればあるかなあるかもって言ったけど安になってきた。 ありそうなんだけどね探すのにこれは時間がかかる <laughs> 全然出てこない困ったもんだ。 残念 <laughs> いつのか知らんけどこの前ラジオ配信の時に笹さんがでも一番最近だとツインボックスだよ見ちゃった鏡越し一番古い自撮り携帯に入ってるやつだと携帯に入ってるやつ 一番古いのはでもこの携帯割と新しくしたの最近っていうかここ最近ここ最近は嘘だから意外に古くなさそうな気がするあでも昔の携帯から移した古いのならありそう。 ふだろうそうなやつあるかな 意外に新しいのしかない。